ミサイル警報装置、ミサイル警報装置、ミサイル警報装置とは主に兵器が事故の防衛のためにミサイルの接近を知らせる装置である。21世紀になってからの赤外線、誘導ミサイル兵器の小型化、簡易化技術の進歩が目覚ましく、携帯型地対空ミサイルの代表のスティンガーミサイルのような、どこからでも容易にミサイルが発射される時代となった。 航空機や地上車両にミサイルの接近を知らせる装置とそのミサイルを防ぐ装置を搭載することで、これらのミサイルの脅威を最小限にすべく開発が進められている。2007年末の現在は主に軍用の航空機、例えば戦闘機や攻撃機、軍用輸送機、地上の戦車、危険地域を飛行するイスラエル航空民間機への実用が開始されている段階であるが、 近い将来は普通の民間航空機へのテロ攻撃に対する自己防衛の手段としても使用されるかもしれない。ミサイル警報装置、MOS には各種波長の光センサーを使う技術が使用される。3から5マイクロメートルと8から12マイクロメートルの2つの波長帯の赤外線が使用される。3から5マイクロメートルの波長の赤外線はミサイルのロケットモーターが放つ。 高温の噴射排気、つまり、プルームを検出し、8から12マイクロメートルの波長では、噴射が終わり、空力加熱で弾頭部が放つ、比較的穏やかな熱源からの放射を探知する。3から5マイクロメートル帯では、大気の水蒸気による吸収が、比較的、少ないために透過性に優れるが、同時にそれだけ周辺環境からの放射も多く、対象ミサイルの探知、 追跡の時には背景ノイズとなる。このノイズ低減方法の一つに波長光学同時操作方式では探知目的のロケットモーターの排気プルームの赤外線放射波長と背景ノイズの元となる太陽光放射の赤外線ピーク波長を同時に測定し属ることで波長特性と時間軸方向の両方での 信号変化をマイクロプロセッサーが分析することで排気プルームの検出を行うものである。ミサイルのロケットモーターは紫外線も放射する。紫外線はそのほとんどが地球のゾン層や厚い大気層によって吸収されるため地上ではあまり強い紫外線は存在していない。このためロケットモーターのプルームが発する比較的微弱な紫外線でもセンサーが高感度に 機能すれば十分にミサイルの検出が可能である。保存層や大気層の紫外線の吸収波長は0.3マイクロメートル以下であり、この特定の波長はソーラーブラインド領域と呼ばれている。赤外線の3から5マイクロメートル帯での検出と同様にロケットモーターが噴射を終えれば排気プルームも消えてしまうため、紫外線でのミサイルの検出はできなくなる。 このため8から12マイクロメートル帯の赤外線センサーと組み合わせるなどの工夫が必要とな。紫外線は排気プルームと紫外線センサーとの間でも減衰するため遠距離からの探知は困難である。紫外線センサーの核となるイメージインテンシファイアの光電面材料として X とセシウムルルがある。赤外線追尾ミサイルとは別に レーザー照射による誘導方法を用いたミサイルや誘導爆弾の場合は、この誘導レーザー光線を検出することで、レーザー誘導ミサイルやレーザー誘導爆弾の飛来脅威が定めできる。下記のレーザーが検出候補となる。また、レーザー光線の場合には360度全周を警戒する必要があるので、センサーを複数、または一つのセンサーを非常に 高解像度にしたものを使用する。これらのセンサーによって入手したデータは、波長別や時間軸によってマイクロプロセッサーによる分析が行われる。パルスレーザーは時間軸での変化が明らかなので容易に判別が可能である。現在、公表されている軍事分野でのミサイル警報装置の研究では、妨害装置の開発を含めて次の二つが挙げられる。 である指向性赤外線妨害装置ダークシオネルインフロレドカウンターメジャースダイルシエムは赤外線誘導ミサイルから航空機を守るためのシステムであるこれは軽量小型で戦場での共通の脅威から脆弱な航空機を守る従来の赤外線妨害装置より一層進んだシステムであるダイルシエムという用語は脅威に対して追跡し 直接施行する赤外線妨害装置に対して一般的に使用される。システムはセンサー開口面で探知し赤外線追尾ミサイルに対する妨害において積極的な方法で使用される。システムアクティブまたはスタンバイのいずれかのモードで使用されスタンバイモードでは航空機搭乗員によってアクティブモードに切り替えられることで赤外線を放つ。 脅威対象に対し妨害を行う。点滅する赤外線のフラッシュによって、ミサイルの誘導システムを混乱させる。奥 -24 ネメシス。ネメシスは、米ノースロップグラマン社、ノースロップグラマンと、イ・バイシステムズ社、バイシステムズによって制作された、ダイルシエムである。次のシステムで構成される。初期型では、 赤外線の妨害信号の発生にアークランプが使用された。新しい型では NGC によって生産されるガルディアン名で知られるダイオードベースのポンプシステムが使用される。近いうちに様々な選択項目によって多くの民間航空機に対応させる予定である。C-17 グローブマスター EEMC-130 CV-22 に搭載される予定である。レアムは、赤外線誘導ミサイルから、大型航空機、ラージエアクラフトフロムインフロレドグディドミッセルズを守る、要求であった。アルック -24 ネメシスが、その回答である。レアクムライトワシー -17 への計画である。これは、本来のレアムの機器が不足しているために、レーザー妨害装置とフレアを組み合わせたシステムである。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。